ディスビリーフは、ドイツ出身のデスラッシュ、デスメタル、スラッジメタルバンド。1990年に、ドイツのロスドルフに位置する、町、グンダーンハウゼンで、カーステン・イェガーとオリバー・レンツの2名を中心に結成。結成後、デニス・ミュージオールとマルク・スナップが加入。バンド体制が整う。1992年にファーストデモテープ。翌年には、 セカンドでもアンバウンドをリリースしている。しかしこの後、ベニスとマルクスは脱退し、新たにトミー・フリッチュとカイベル・ジェリンが加入した。しかし直後にトミーがセカンドギタリストに転向し、ヨッヒエントランクが加入。5人体制となる。1995年にデモテープ、チョイスなど2本をリリースし、地元ドイツのグラインドシンジケートメディアと契約。 1997年にファーストアルバムディスベリフをリリースしデビューした。1998年には早くもセカンドアルバムインフェクテッドをリリースしている。この時期にはシックスフィートアンダーラと共演しバッケンオープンエアにも出演した。その後トミーが脱退しヤンダークレフラーが加入。ドイツの大手レーベルマサカーレコードに移籍。2001年にサードアルバム ワーストエネミーをリリースした。この後には、ボイボドや、オーバーキル、ディム・ボルギルらと共演している。2002年にフォースアルバム、シャイン、2003年にフィフスアルバム、スプレディング・ザ・レイジをリリース。リリース後には、ダーゲーンやネミック、ミスティック・プロフェシーらとツアーを共にしている。ドイツの最大テレーベルのニュークリア・ブラストに移籍し、2005年に、シックスアルバム、 66シックをリリース。同アルバムはアバロンレイベルから日本版がリリースされ日本デビューを果たした。このアルバムのリリース前後にヤンダークが脱退。トミー・フリッチュが復帰した。2006年にはオリジナルメンバーのオリバーが脱退。再びまさかレコードに移籍して2007年にセブンスアルバムナビゲーターをリリース。同年にトミーが再び脱退し、 ビタリ・ベーバーとヨナス・カリルが加入。しかし、ヨナスは、翌2008年には脱退しギタリストは、ビタリ一人となる。2009年にエースアルバム、プロテクテッド・ヘルをリリースした。同年に、セカンドギタリストに、アレハンドロ・ファレラが加入するも同年中に脱退した。2010年にナインスアルバム、ヒールをリリースしたものの、ビタリと16年間ドラマーとして在籍した会が、脱退。 アレックス・ハゲナウアー、ボルフガング・ロトバウアーとコルネリウス・アルタマーが加入した。しかし、コルネリウスは2011年に脱退。2013年にはボルフガングも脱退し、同年7月にザンドロ・シュルゼ、9月にダービート・レンナーが加入した。2014年10月にファビアン・レグマンにドラマーが交代した。その後、フランスのリスナブルレコードに移籍し、2017年に テンスアルバム、ザ・シンボル・オブ・デスをリリース。長らく、シングルギター体制であったが、2018年に、マリウスパックが加入。2020年にイレブンスアルバム、ザ・グラウンド・カラプススをリリース。左ヨヒエントランク右カステニエガー2007年。ありがとうございます。